いつもワークスタイルなんで。ありがとうございます。これが何時ですか。これが何時ですか。おもてなし御膳。はい。満車でしたもん。そうですね。本当ランチはね。なるほど。産業企業の団体とかで結構もう工事とかですね。観光素材で。それでお食事食べていただいて。噛みそうで難しいっすよね。いざやめとなるとそうなんですよ。そうなんですよ、ね。これがね、この主食ってフランチャイズ、本当はこの京都とかの方で展開するフランチャイズなんですけど、結構面白くて、うん、立ち上げの初心者が、本部は60歳ぐらいの。そのブランドの紹介とかも動画とかでさせてもらったりとかするんだ。よくそういうのありますけど、長々と書いてあるの。ありますね。ネタでかいですけど、うん、ご厚意でいいですか。あ、本当ですか。あ、ついに。あ、台湾ラーメン。あ、すごい筋肉たっぷり。見てるのが強いかもしれないですね。食感もかっこいいですね。こんな感じです。こんな感じですね。うん。うん。けど辛い。上に辛いの大丈夫。辛さは大丈夫。大丈夫です。自分は辛いのすごい苦手だ。作ってるだけで汗かく。見てるだけで。ラーメン出してもいいかなと思います。うん。ねえねえ。そう。これですよ。うん。担々麺出してる。うん。はい、次。でも海さんの。